ば、じゃあ白着てるメンバーは誰かな。はーい、みゆきとさやちゃんとキシミ。確かに確かに。で、うさとるいちゃんが黒の、うさが黒のトレーナータイプのパーカーっていうのかな。普通のあのジッププローバーパーカーで、るいちゃんがジップジップの方のパーカーを着ております。かわいいね。かわいいね。いや、みよちさん、むぎくん猫飼ってるから黒のパーカー着たらすぐよ、あ、なんていうの、毛が目立つなと思ってなかなか着れなかったけど、今回初めてずっと要望出してた白が出たので、これを毎日着れるからすごい嬉しい。多分武道館レッスンの時さ、ずっとグッズ着て多分ね、移動とかするじゃん、多分。そう、黒と白が出たのが本当に嬉しいですね。確かに白めっちゃ可愛いね。可愛い、ね、でしかもさ、これさ、後ろ側も可愛いの。ね、後ろ見せれますか。後ろ側、あ、私が前です。確かに見えた、可愛いね、武道館仕様ですね。あ、可愛い。あ、これが見えてるよ。なんかちょっとブッ、武道館のグッズなので武道館を意識したグッズですね。失礼いたしました。足が見えてる。恥ずかしい。いや、バンボーイ三脚。ちょっと待ってね。なんていうのぐらこれなん。これはね、欲しい、安い。ね、デザインいいよね、すごい。ね、なんかこのネオンみたいな色が今回、うん、可愛くて、ね、今回の前回は羽だったんだよね。今回はこのネオン柄がモチーフですね。可愛い。可愛すぎる。可愛いね。そしてあの個人のメンバーカラーの T シャツもね、今回出ました。じゃらーん。じゃらーん。これもね、ネオンモチーフということで。ワンポイント。皆さんが着ております。そうなの。が着ております。で、このワンポイントの一文字は私たちが要望を出した一文字になっていて、はい、で、みんな、ルイ何にした？ルイは飛ぶっていう感じです。飛ぶ、なんで飛ぶなの？なんで鳥遊びなので。あ、高梨で飛ぶ。そう。おー、ウサは？ウサは咲くという感じ、ウサの名前にも入ってるんですけど、はじめね、ウサのさの感じか、あの花が咲くの方の花の感じどっちにするか迷ったんだけど、せっかくだったら名前の方にも入ってる咲で、武道館でも自分がキラキラと輝いて花咲かせられるようにという意味も込めて咲くにしました。おー、素敵素敵。シミは、シミは愛っていう文字漢字にしたんですけど、シミは赤色担当ということで、赤色といえば赤いハートの愛で、武道館もみんなといっぱいいっぱい愛を集め交わりバーンってしたいなと思って愛にしました。おー、はい。サエは、サエは吠える。なんで吠えるですか。私のファンの総称はあの犬なんですけど、はい、サエの犬っていうのをよく言ってて、ファンネームが犬だっていうのもあって、なんか犬の感情を使いたかったので、はい、吠えるにして、まあいろいろね、コロナ禍で声が出せない状況だったりとかを乗り越えて、なんかたくさんね、今はみんなで騒げるようになったので、犬ちゃんたちにもそうじゃない人たちにもたくさんライブで吠えてもらって盛り上がってもらえたらなという願いからこれにしました。私もいっぱい吠えたいと思います。はい、ありがとう。みおちは夢にしたんですけど、私はね、ほんと中学時代、物心ついた頃ぐらいからアイドルに憧れていて、武道館に立てるようなアイドルになりたいなと思っていたので、こうして今回夢を叶えることができてすごく嬉しいなって思います。夢を叶える瞬間を一緒にみんなに見てほしいなって思って、今回夢という文字にしました。うわー、みなとみゆちゃんは中学で物心がついたんです。そうだよ。そう、じゃあうち本当に聞いて夢がなくて全然なんか何者かになりたいと思ったのが中学ぐらいだったんだよね。で、物心がつくのってさ、幼稚園とかじゃない。そうだよ。そうなの。物心はなんかこれをなんか自分が人間って分かった時が物心。あ、そうなの。じゃあ3歳とかかもしれない。2歳とか1歳から。あ、そうなの。え、じゃあ夢が定かになった中学生ぐらい。あ、そうね。そういうこと。間違えた。夢が定かになったね、中学生ぐらいからずっとね、立ちたかった武道館にみんなと立てるのがすごく嬉しいなと思って夢にしました。みんなちゃんと由来があっていいね、うん、でもね、今回ちょっとこれなんていうんですか、試作というか、はい、まだ完成品じゃなくて、このネオン柄の
ワンポイントがもうちょっと大きくなってもうちょっと色が濃くなるようですね。なるほど、ちょっと分かりやすくなるみたいなので、ここです。はい、ね、もっと大きくなる、そう、あのゲットしてくれた皆さんにはもうちょっとね、あの大きい柄の方が届くかもしれないです、うん、はい。まだ売ってるんだよね、うん、ね、絶賛発売中なのでね、皆さんぜひゲットしてください。3月14日の武道館に来てきたいって人はなるだけ早めに注文してもらった方がいいと思います、うん、そうだね、でこれも後ろにこうやって感じが、うん、武道館の具とかね、ね、バカ騒ぎとか、はい、かわいい、かわいい、かわいい。今回このグッズのデザインがめちゃくちゃ可愛いよね。可愛い。しかもやっぱこの武道館の部が入ってるのが嬉しい。確かに、うん。だってもう一生出せないかもしれないんだよ。そうだよ。このグッズ。絶対ゲットした方がいい。ブグッズ絶対ゲットした。ブね。はい。はい。で、ね、今回何から見せようかね。全部可愛いですけど。確かに。あれ言っちゃう。あれ言っちゃう。どうする？じゃあ押しの手つけてるから押しの手出そうかな。はい。はい。押しの手。これ押しの手なんですけど。じゃん。じゃじゃーん、アームカバー、はい、アームカバー、アームカバーか、うん、アームカバーなんですけど、メンバー色のアームカバーありまして、こちらのネオン柄でブって書いてる、あ、違うね、これもあれだ、アイだ、同じ感じなの、一人一人のね、デザインになってます。あ、ありがとうございます。こんな感じのアームモーマです。どうしていいかな、これは結構なんだろう、暗いところ、違う、暗いところじゃない、ペンライトが光らせれない場所とか明るい場所でもあなた推しですよっていうのが伝わる、すごく便利な道になっております。夏フェスとかですごい活躍するんですけど、ぜひね、武道館限定のアームウォーマーをみんなにぜひゲットしてほしいなと思います。しかもさ、英語でさ、ちゃんとさ、バババババって書いてあるね、かわいい。え、待って、マラソンに使えるじゃんって書いてるから、うちらこれつけてマラソン走ったらいいじゃない。ね、宣伝になるし、日よけやし、ね、日よけやし、さ、武道館増えたら嬉しいよね。これちょっとうちらつけて走ろうか、つけるか、ね、あの私たち2月18日に京都マラソン、はい、フルマラソン走るんですよ、はい、そうなんです。今日も2人で今から特訓に行ってくるんですけど、で、ね、ちょっとこれつけて走ろうか。え、しかもこれ結構目立つしね、ね、結構目立つ、かわいい。あとはあのさ、なんか運転でつけてますって人も多いよね。あ、確かに、日よけにあのちゃんと UV カットついてるからね。紫外線も防止されるからめっちゃいいかも、ね、なんかこれ今までで一番色分かりやすくて可愛いかも、ね、分かる、思った、ね、めっちゃはっきりしてて夏フェスの時めっちゃ見やすそう、うん、絶対見つけやすい、はい、ちなみに推しの手は1本ずつの販売なので、うん、あの推し面が2人以上いて決められないって人は両手で、え、そうなの、違うメンバーを押してます。それもいい、 T シャツと合わせてね、あの3人までいけるし、足につけてもらえれば4本と T シャツで5人分全部つけれるんで、え、めっちゃいいやん。そうなんですよ。じゃんこれも夢って書いてるから、ぜひゲットしてほしいな、ね、夢バージョンの、あの、かわいいわ、かわいい、おしゃれ、お花とかおしゃれ、かわいい、マジで全部かわいい、本当に、ね、おしゃれよ、よきよき。マラソン得意なのって来たけどさ、何も知らない人からしたらうちらが体力を奪ってさ、マラソンを走ると思われてるよね。違います、日本武道館に向けて今回私たちはほとんど走ったことないんですけど、コーチをつけてもらって1ヶ月前から特訓してフルマラソンをね、走ることになりました。はい、ちょっと走れるか不安がすごく大きいです。どうも、すいません、嬉しい、はい、あの必死に頑張るので、でね、3人も応援来てくれるんだよね。行きます。ね、楽しみ。行きます、京都まで。3人に会えるように頑張る。どこで待ってるか分かんない。え、確かにね。どうしよう、ゴールにいられたら、一緒会えないかもしれない。2人のことはゴールで待ってようかな。やだ!5キロ地点くらいで。お願いだ。30キロぐらいのとこにいようかな。絶妙に。絶妙なとこに。やだよ。頑張って、応援してます。で、なんかこれは MBS の番組で1時間の特別番組に、すごい、はい、なります。地上波ですよ、すごい、はい、特番、はい、地上波じゃなかったら走りませんでしたっていうぐらい本当に嫌なんですけどね、はい、精一杯今回頑張ろうと思いますので、もしあの京都にお住まいの方は応援に来てくれると嬉しいです。で、頑張れる、私たちの頑張りを見てちょっとでもね、日本武道館、3月14日の日本武道館来て行きたいなって思ったらぜひお待ちしてます。まだチケット販売中です、うん、
おととチケットも行っちゃう。はい、確かに。はい、はい、今回ね、初めておととチケットという1000円で日本武道館のライブが見れるチケットをね、私たちが運営さんにものすごく頼んで用意していただくことになりました、はい、イエーイイエーイ。おととチケットって何なのって思うかもしれないんですけど、いわゆるなんかまあ体感チケット、体験チケット、うん、的なやつ。バババババンビのライブってどんな感じなんだろうって思ってる人が、なんかちょっと雰囲気を味わえるというか楽しめるような場所を用意したので、はい、全然あの見れない席とかじゃないです。なんていうんだろう、あのちゃんとライブは楽しめると思うんですけど、やっぱりライブ来るのってハードル高いとか、ね、あの遠方の方とかはチケット代に交通費にいっぱいかかったりするから、なかなかチャレンジできやんって声をよく聞いてて、武道館ってすっごい広いもんね。ああ、そう、うん、だから一人でも多くの人にこの日の私たちを見てもらいたいって気持ちから、そう、用意していただいたチケットです、はい、ライブもきっとすごく楽しめると思うし、しかもなんとこの1000円のおっとっとチケットで入場していただいても入場者全員プレゼントはもらえるんですよ、はい、実質無料だね、はい、実質フリー。そう、今回もすごい豪華なね、ね、うちわとユニフォームとか。ユニフォームはあのね、その S 違うんだけど、全員ユニフォームあるから大変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 。うちわとかタオルとかクリアファイルとかもらえるから、めちゃめちゃあります。特典がもらえます。そうなんです、タオルもしっかりね、長めのタオルで、もうグッズ持ってない人もそれがあればお土産までできちゃうね。だからみんなは1000円の夫と迷ってる人は1000円の夫とチケットとペンライトさえ持ってくればライブめっちゃ楽しめます。確かにその通りです。それだけあればもう、そう、何持っていけばいいのとか何準備すればいいのって方いるんですけど、全然ホール知らなくても楽しいし、本当にペンライトさえあればメンバーからレッスンをもらえちゃう可能性があるので、全然ペンライトとチケットだけあれば楽しめると思います。あと楽しむ心を持ってきてくれたらもう最高です、ね、そうね。いや、楽しむ心持ってなくても楽しませれるから、なんだ本当、うん、迷い込んだ人でも、あ、そうそう、迷い込んだ人でもなんなら楽しませれるかもしれない。行ってみたい、まだ余ってますかチケットって人。余ってます、はい、まだまだ余ってます、余ってますって言うの、はい、余ってます、余ってます、どっちもあるからね。ペンライトはないんですよ。ペンライト当日売ってますかってあるけど、ペンライトはね、物販の話さ、して あ、ここで、いいよいいよ、どうぞ。あの物販情報なんですけど、ライブ自体はね、平日ということもあって、はい、ちょっと遅めの時間から開始なんですけど、うん、この日もうだいたい午後1時を今予定してます。午後1時ぐらいから物販コーナーはオープンしていただく予定です。はい、いいです。そう、だからね、ライブの会場よりもだいぶ早くからグッズ販売あるので、もし平日やけどお時間いけるよって人はちょっと早めに来ていただいたら、はい、その日使えるグッズとかもね、いっぱい売ってる、はい、多分ネットで販売しやん限りは当日に並ぶんじゃないかなと思うので、いろんなグッズ、うん、ただ、ね、ネット分で完売しちゃったものがもし出たら、それはちょっと当日は買えないかもしれないので、今のうちに EC サイトからゲットしてもらえると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。説明、はい、がとってもわかりやすいよ。チケットどこで買える？チケットはですね、ババババンビの公式の SNS、はい、ホームページを見てくれたら、そこからチケットを買える楽天のリンクに飛べるので、そこからぜひゲットしてください。はい、お願いします。で、会場限定のグッズもあるんです。そうなんです。今回ね、これがめちゃくちゃ可愛いんです。ああ皆さんマジでめちゃくちゃ可愛い。あ、ないかもしれないね。この間さ、あの入場特典のアイスチケ用のやつはね、うん、私たち来たやけど、確かにない、まだないみたいだね。まだ今回のベースボールシャツを用意していただいて、メンバーカラーのベースボールシャツは当日限定のグッズになりますので、皆さんぜひゲットしてくれたら嬉しいです。めちゃめちゃ可愛いです。初めて出るグッズだからさ、絶対買うよって人結構いた、うん、そうだよ、絶対買った方がいい、ね、めちゃ目立つ。それ武道館以降のライブとかでも全然着れる、ね、ぜひぜひぜひ。しかもさ、あの結構さ、お仕事終わりにライブ来てくれる人とかもいるじゃん。ベースボールシャツなら着替えなくていいっていうかさ、確かに上から羽織るだけだから、で薄いじゃん、ね、いつも仕事の通勤用バッグに入れてさえおけば、いつでもライブが楽しめちゃ う, う, いつも、ね、そ, うだ、そうなんですよ、最高です。はい、しかもさ、ちょっとさ空気性も良さそうだからさ、通気性、あ、そう、通気性
涼しそう、うん、確かにライブ中とか、あ、そうですそうです、メッシュ素材みたいな感じとか、ね、着やすい、うん、すごく可愛いので皆さんこちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだっけ、あと何かあったんだよな。あのガチャ情報を出してやる。あ、そう、え、ガチャ、あ、言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった。一番今日来てテンション上がったものを今からなんと見せちゃいたいと思います。あ、いいよいいよ、盛り上がってる。やばいですよ、え、これ超いいよ、待って待って、これやっちゃ言うね。あ、もう発表する、発表するとき言ってね、 BGM する、うん、発表するとき言ってね、 BGM するよ。初解禁のあれを、はい、ブンちゃんどうぞ。待って待って待って、今行きますよ、じゃあうさちゃんがね、やりたいからね、これ。はい、当日会場で限定ガチャが行われます。イエーイ、これめっちゃいい、この SE そうで、はい、いろんなね、グッズが当たるガチャをね、今回用意してもらったんですけど、すっごい可愛いんですよ、その当たるグッズが。そうなんです、特典のグッズを、じゃあまずこれから見せる、うん、じゃー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 ん、見て、これめっちゃ漏れてる、すげー、めっちゃ可愛い、可愛い、見て、猫耳を寝たの、え、めっちゃ漏れてない、え、めっちゃ可愛いっす、可愛い、そう、めっちゃ漏れてる、可愛い、最高、特大めちゃ漏れポスターがガチャガチャで当たります。すごいいっぱいあるんですよ、当たるグッズ、はい、その中の一つがこの特大限定ポスター、ね、一瞬ちょっとルイちゃん顔隠れます、いいよ、こんな感じです。見て、すごい大きくない？これは台湾でも入手できますか？海外でも入手できる、入手できるかどうかはちょっとあれなんでわからないんですけど、一応この会場で置いていただくガチャを、なんと今回あのネットでも通販でもゲットしていただけることになりました。通販って英語でなんて EC サイト違う、ね、EC え、 EC サイト、ネットショッピング、ネットショッピング、えオンラインオンラインオンラインショップ、オンラインガチャ、オンラインガチャ、ちょっとあの配送がねできるかどうかがまたサイトによると思うけど、いけるやん、できる可能性が結構あるかも。え、すごい、見てくれる、あ、01くじでもですか？01くじでもこちら見て行う予定です。わー、めっちゃ食べる、高いんでしょ、くじなので、くじです。え、マジで可愛い、え、めっちゃ可愛いよこれ、全員の、見て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 、橋本くん、一瞬どうぞ、え、待って、5人バージョンめっちゃ可愛い、シャパツのグッズがもう最後だから、ぜひゲットしてほしいな。ミュウちゃんも一生黒髪のためなので、シャパツが最後なんです、これは。なので、シャパツのグッズをぜひゲットしてください。集合もめっちゃ可愛い、ね、そう、めっちゃ可愛い、髪が長い、まだ5人の集合ポスターもあります。可愛い、今5人の集合ポスターを公式の方でチラ見せしております。そうで、他にも当たるグッズやと、ちょっとうさちゃん出してもらってもいい？はい、この辺のやつを、ちょっとね、あ、一旦下に置きます。他に当たるグッズの一例で、はい、まず缶バッジ、こちらになります。かわいい、かわいい、ミオチはこちらですね。はい、いちょうだい、ガチャであったら缶バッジで、はい、ありがとう。ポスターはちなみにランダムでサインも入ります。皆さん、ランダム、サイン入りポスターっていうのが当たる、うんうん、そっち、あ、ランダムだ、ランダムでサイン入りのポスターが当たるみたいです、うん、めっちゃよくね、見えますか、公式アカウントの皆さん、こんな感じの缶バッジが、あ、そう、この種類あるよ、この種類めっちゃ種類ある、アクリルキーホルダー、はい、アクリルキーホルダーはこちらに、あ、ありがとう、こっちの方がガチャ、あ、そうです、こっちの方がガチャ、あの、販売の缶バッジ、そっか、うんうんうん、あ、間違えた、違ダメよ、え、混ざった、ごめん、もう無理だ、無理無理無理、え、こっち、これが、あ、間違えた、ガチャがドーナツ、ガチャが、あ、これはグッズ、販売してるランダムの缶バッジは公式の方が販売してるグッズです。え、ちなみにガチャは外れはなしですよね、ガチャからです、絶対に当たる、絶対に何かが当たりま
対何かが当たる最強のプレゼントでございます。え、そう、これアクリルキープだ。めっちゃ人気だって。みおちめっちゃ美少女じゃないこれ。え、みおちめっちゃ美少女。ねえ、これ見て、かわいい。かわいい、ハーフパンツかわいいね。めっちゃ、しかも巻き巻き途中最初です。ストレートしかやったことないチェン。そう、ガチャは外れないです。なのでね、絶対に最強なのがいきます。あと、ルイはそれを見せたい。で、それ見せたい。今、ルイちゃんしかないんですけど、ちょっとサンプルがルイしかないんですけど、じゃじゃん、特大アクスター、イエーイ。で、こっちにも見せて、ルイ、はい、特大アクスター。みおちの顔ぐらいです。みおちの顔と比べられます。本当だ、はい、すごい。これはね、特大アクスターですね。こんな感じで大きいのね、全員ね、これ全員あります。そう、これめっちゃいい、はい、ぜひ皆さんのデスクに飾ってください。はい、このサイズ初めてだもんね、この大きなの。だからさ、あれだよね、武道館ってライブだけじゃなくてさ、ガチャとかもすごい楽しめるから一日中楽しいね。確かに、ね、さらに、はい、何ですか？電話で楽しいこと、まだあります。来月、とあるものとのコラボが決定していまして、そのコラボが何かはまだ言えないんですけど、武道館にババババンビの UFO キャッチャーが設置されます。UFO キャッチャーです。すごくない？で、武道館の中に UFO、UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーがあるわけでしょ。すごくない？ビッグなね、ワクワクなコラボがこの後待ってますので、そちらの続報もお待ちください。まだ商品とか全然わかんないんで、ね、まだ内緒やけど、めっちゃ可愛いらしいですよ。楽しみ、楽しみ増えるね、武道館の。だからこそ、時間余裕ある人は早めに来た方がいいかもしれない、ね、しかもなんか写真撮っても楽しいように、フォトスポットじゃないんだけど、なんかいろいろそういうのも準備してくださいって言ってて、まだそれが通るかわからないんですけど、きっとあの会場のお外も映えるスポットがたくさんあると思うので、皆さんグッズ持って遊びに来てくれたら嬉しいです。お待ちしております。お待ちしてます。じゃあね、ちょっと一旦正規のグッズの方に戻りましょう。はい、戻りましょう。やったい。なんていうの、違う違う、公式じゃない今売ってるやつじゃなかった。ガチャとかじゃなくて、ね、今普通に販売中のすぐ手に入るグッズ、うんうん、はい、でも結構さ、半球取っていこうか迷ってたけど、半球取っていこうみたいな人とかもいて、すごい嬉しい。嬉しいな、絶対来てほしい、この人だけは。え、缶バッジに関連して、ね、あれ見せたいな、ね、うちも見せて、今のグッズ必要を持つ。あ、持ってた。はい、いいよ。じゃあ、持ちたい。みおちゃん持ちたい。みおちゃん、さっき缶バッジの話したんですけど、はい、今回初めて缶バッジホルダーが、うん、なんて素敵な。超嬉しい。こんな感じ。ね、これめっちゃいいんだよ。なんかこれテンション上がった、やばいね。可愛い。ルイちゃんとさ。テンションめっちゃ上がった。これはね、今回の缶バッジにぴったりサイズのホルダーなんですけど、うんうん、これつけたらさ、なんか缶バッジってやっぱりちょっとそのままつけるとさ、うん、なんか落としたりしやんかなとか、なんか可愛い目立たんくなってしまうから、これをつければ、それにこれ缶バッジにこの缶バッジにケースをつけても裏でね、普通に安品つけられるから、そのままカバンとかにもつけることができるの。でこれがね、取り外しが簡単な、でつけるラバーなんですよね、ゴムだから簡単につけられる。あ、さえちゃん、ルイのだけちょうだい。はい、パン。みんな持ってきちゃった前の方にやった。グッズは全部今オンラインショップで販売しています。これ本当にさ、サイトでも写真で見る3倍ぐらい可愛い。可愛い。3倍。でもやっぱ実物見るとさ、なんかまた違った可愛さがあるよね。でめっちゃ可愛いよ。これしかもさ、それぞれの名前とかがさ書いてあって。本当だ、ね、全員分の名前。めっちゃ書いてる。メンバー全員の名前書いてある。めっちゃちっちゃくさ、みんなのみよって書いてある。結構細かくて可愛い。なんかもし
し過去に缶バッジ買ったことあったら入るのかな。そう、今までの小さいサイズの缶バッジは入ります。はい、缶バッジ入れてる。え、これ全員分集めたくなっちゃう。ね、かわいいよね、これ。めっちゃ可愛い。何ミリでしたっけこれ？何ミリでしたっけ？40ミリ。40ミリ。そう。なんかってことは4センチ。4センチです。4センチの缶バッジだったら入る。はい、入ります。ティフのガチャガチャの缶バッジとかもワンチャン入りそうです。あ、そうね。確かにこれぐらいやった気がする。かわいい。組み合わせてね、いっぱいなんかカバンとかを可愛くして持ってきてください。はい、はい、さあ続いてどちらに行きますか。素敵なものがいっぱい並んでおります。販売の缶バッジも、これ販売だよ、缶バッジ。これか、ツイッターで。この芸者さんは販売缶バッジ。みんなみんな、この白いパーカーとかにこうやってつけても目立つからめっちゃ可愛いです。確かに。え、超可愛い。つけちゃうか。うん、めっちゃかわいい。白地だからめっちゃ目立つ。買って買って。欲しくなっちゃったね。欲しいよ。自分も欲しくなる。これ欲しい、ね、これみんなやってほしい、このコーデ。え、かわいい。確かにね、シティとめっちゃ良くない。バッジパンタオルにつけても良くない。あ、確かに良、ね、くないからタオルに押してほしいか。めちゃめちゃいい。ここにつけてちゃう。アピールできます。暑い時とかに、ね、最高最高。はい、じゃあ次ハタ行きますか。行きましょう。ハタ、ハタ、じゃーん、じゃーん、ありがとう。さえ取って、じゃーん、こちらです。サイズ感はこんな感じ。ドゥルー、こんな感じです。ハタです。これはハタです。ミニのぼり、ミニのぼりでした。正式名称。かわいい。ビジュがいいね。かわいいね。かわいくない？前回ミニのぼりもすごい好評や。え、そうなの。うんうん、で、しかもちゃんとさ、日本武道館って書いてるの。そうなの。今回のバージョンになって、メジャーデビューのね、時の衣装で作ってもらいました。素敵。そう、メジャーデビュー衣装、芸者藤山の衣装で用意してもらいました。そう、これね、デスクとかに置いても可愛いんだよ、会社の。今なんかこの自分の配信画角がすごい盛りだくさんになってて可愛くなってきた。皆さんもそんな感じでお部屋に飾ってください。グッズコーナーとか作っておいても可愛いし、会社とかであの推しを忘れないように置いてもいいし、本当に素敵な素敵なグッズ。この大きさがめっちゃいいね。ちゃんとしっかりお顔が、お顔の文字が見える。いや、何度も言うけど、やっぱ武道館っていう文字がさ、グッズに入ってるのは本当に嬉しいね。わかる、ね、めっちゃ良い。すごい。お名前も見て、デスクに置いて、俺はオタクなんだっていうのを見せびらかしてください。俺はオタクなんだ、俺はオタクだぜ。1000人見てる、すごい、すごい、うん、イエーイ。みなとみよ、マイネームズみなとみよ、プリーズフォローミー。部屋超高すぎ。はい、はい、ね、そしてね、はい、これとっても好評だった、あのグッズ行きますか。お、行きましょう。行こう行こう。ドゥルル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 、じゃーん、ユライザーソリルキーホルダー。あー、あー、アクリルスタンド間違えた。かわいい。じゃーん、かわいすぎー。かわいい。こちらになります。これめっちゃ好評だったね。ね、うん、だってこれさ、これ例えばお部屋に飾るときはこうやって置いたらいいし、これを取ると持ち運びもできるんですよ。そうです。ここがね、外せるので、外して何かにつけてもらうことも。今回メンバー大絶賛だよね、この由来は。めっちゃ可愛い。初めて出るんですけど、出るのこれかも。しかもお名前も書いてあって、これ取り外して持ち歩く。これってさ、もしかして入れたらさ、過去のやつとかもここにつけられるんじゃない？ワンちゃん、ちっちゃいサイズとかだったら。ちょっとね、ピッてあれしたら。サイズ感にしよう。薄割りサイズのがクッキーとかならいけるかも。これ、考えた人すごいね、ですって。え？今ここにいらっしゃる。ね、本当にすごい。マジすごい。本当に今回のグッズ、全部可愛かった。可愛い。だから本当に。めっちゃお気に入りなんです。みんなもお気に入りを揃いにしてください。これゲットしてほしい。オンラインショップ OK、 バババババにオンラインショップで買えるよ。
可愛いし発音だけ全部ビジュがゆいメンバーカラーになってて可愛い、これお家にもいけるし、ジャパニーズアイドル、なんかこういうミニチュアサイズってめっちゃ可愛くない？可愛い、てかなんかさ、グッズコーナーがある人めっちゃはかどりそうだよね。確かにすごいバリエーションが増えてさ、でもこんなに毎回素敵な靴出せるのもすごい嬉しい、ね、本当にみんながいっぱいゲットしてくれるからさ、ね、いろんな種類の靴とか毎回のワンマンライブのためにグッズが出せるのがすごい嬉しい、ね、ありがとうみんな、もうめっちゃお気に入りも可愛い、車に置いたらゆらゆらして良さそうだね。確かに車、あ確かに車で本当に滑り止めとか置いただけでめっちゃいいかも、いいかもしれない、相当ゆらゆらする、車に置いて車がない人は会社のデスクに、うん、電車のカゴに置いて、かわいい、かわいすぎるな、かわいい、カゴの中に、学生さんとかはさ自転車に、いやないよ、結構結構机とかね、アームカバーつけてね、アームカバーつけてこれ置いて旗も立てちゃう、サイドに旗立てよ自転車に。いいかもしれない。しかも今回さみんなお座り役したじゃん、これみんなポーズ違うんだよ、え確かにそれぞれなんか解釈一致って言ってる人いた、なんでなんで、メンバーの座り方解釈一致って、あそうなの、そうこの解釈は何ですか、ゆうちゃん振り返り振り向き美人系アクティ、何解釈、これはそう、キシミはさ145センチ間じゃん、確かにミニサイズで、ミオチは振り向き系で、ウサは凛と系、凛としてる系で、ルイはあのプリチープリチー系で、でも違うよ、サイはよくこれやってるじゃん、あのカフェとかで、カフェ活とかでよく、カフェと部屋の隅でよくやってるわ、サイはこの頬に当ててるのがサイなんだよ、そうなの、だって解釈一致系アクリルスタっていうのが、でもイライラアクスタも可愛いけど通常アクスタも可愛いのよ、そうなの、通常も可愛いんです、通常も見せたい、こちらになります、ありがとうございます、衣装が違うんですね、通常はこれもまだちょっとサンプルなので、もしかしたらここからサイズが大きくなったりする可能性あるかも、あれいけるんだけど、いやまだでもサンプルやから変わる可能性はある、が普通に売ってるアクリルスタンド、アクスタです、それとサイズ感をするとこんな感じでさっきのこれ合わせるとこんな感じ、こっちのアクスタはなんか制服バージョンなんですね、え今回初めてバンビの衣装じゃない、あのバンビのライブ衣装じゃない衣装でのグッズ撮影です、しかもうちらさ固定ヘアがあるじゃん普段、うんうん、だけど今回髪型が違うグッズが初めてなんですよ、嬉しいね、わーい、ムチが外派手なの珍しい、めっちゃ可愛い、もう一生多分ない髪型、最高、一生ないの悲しい、10年後ぐらいでしたよ、ね、でもハーフアップめっちゃ好評なの、可愛い、嬉しい、ルイ三つ編み、ルイ三つ編みってかなんかポーチ玉ねぎヘア、可愛い、珍しい、だいたい 5,6 センチ1センチ、かわいそうね、かわいそうね、かわいい、5センチぐらいです、なんか放課後デートみたい、こっちが1センチ、2センチ、3センチ、4センチ、5センチ、6センチ、7センチ、8センチぐらい、これも外してこれは飾れる、しかもこんなラブリーなアクスタ初めてじゃない、初めて、かわいい、めっちゃラブリー、かわいい、目立つのでキーホルダーにもできる、もうすでにデスクは可愛くなっております、かわいい、あとさ初めてのグッズといえばあれも出たよね、スマホのさ、あ、ね、あれ多分今ないかもしんないけど、スマホなんだ、スマホストラップ、スマホストラップに接続する部分の、なんて言うんだろう、名前あったよ、なんかなんて言うんだっけ、ね、あれ初めてのグッズだからすごい、ケースとの間に挟むやつ、そうそうそう、レストラップで、あの首からかけるやつがあるんでね、だから透明のケースとかしてる人だったらちゃんと見えます ね、 ね、あ、あとあれだ、プリクラもすごい好評だった、プリクラとか学生証とか、あと何あれ、生徒証明書、学生証、学生証ね、そうね、今手元にはないんですけど、あの公式のオンラインショップ見てもらえるとサンプル画像がたくさん出てくるので、ね、ちょっとでも気になってる方ぜひ見てみてください、見てみてください、はい、トレカですね、学生証のやつは、そうだ、トレカだね、で証明写真がプリクラのやつ、そう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 、めっちゃ可愛かった、
制服モチーフのグッズも出てる。うちわ、うちわ。あ、そうだ、うちわ。うちわも好きね。うちわってライブ中見つけやすいもんね。そう、うちわとかペンライトとか押し色のグッズってすごいライブ中に見つけやすいから、うん、ぜひ武道館でも身につけてほしいです。めっちゃ目立つ、つけてほしい、ね、あとビジュがめっちゃいい、ね、マジで可愛かった。今回さ、みんなビジュめっちゃいいよね、うん、かわいい。いつもいいんだけど、うん、かわいい。今回も工具倍ぐらい、今回も毎回かわいいが更新されてる。倍使ってるような、だいぶ最高です。え、表の顔か裏の名前だったらさ、どっちが見つけやすい？みんなライブ中。え、でも正直どっちが見つけやすいけどね。でもみおち顔、顔かもしんない。みおち結構顔派。でもバンビって髪型固定やし、色もね結構バラバラやから、うん、顔でも分かりやすいかも。それ色とかも結構さ、はっきりしたりするじゃん、うん、だから、あ、自分だってなる。自分だなります、なります。いや、あ、もう今あるグッズは全部紹介したのかな。やったー、ね、これ出てるの、ね、そうだね、かわいい。確かにやってるわ。か直接見ても本当にかわいい。 あとさ、あとさ、うん、このお洋服のフードがついてて、チャックがあるやつと、うん、チャックがないパターンも、うん、ちょっと下が着てる方ね、ロンティー。そうか、そうか、そうそう。あ、ロンティー誰も見てないかも。ロンティーも見てない。ロンティーもあるのよ、そう。ロンティーもあります。そう、ランティーはパーカーと同じ感じのデザインかな。私が、そうだね、パーカーと同じデザインだ。そう、でもパーカーが結構あったかめやから、もしかしたら着れる季節としてはロンティーの方が長いのかもしれないね。パーカーの中が、ね、これ裏着物、裏着物、あ、そう、裏着物、中裏着物になってる。ふわふわしてます。今日これ絶対持って帰ってさ、お家でもずっと着るね。いっぱい着たいね、むしろ。やばい、めっちゃ可愛い。ロンティーは白と黒の2色ですね。これキシミユロンティー。ここに白に、あ、あ、そう、トートバッグもね、出たんやけど、トートって今ないですよね。裏はこんな感じです。ネオン柄、武道館の部、3月14日に。みんな伝わってる？わかんない子だったらコメントしてくださいね。歌いますよ。いや、パーカーの白は本当に待ちわびてたよ、うち。パーカー白、絶対におすすめ。待ちわびてた、ね、ロンティーとか今まで白あったけど、パーカーだけなかったよね。そうなの、パーカーに、パーカーに来てくださいました。すごい、盛り盛り盛りだったね。こんなにグッズこれあっていいのかしら、ね、嬉しいね、いっぱい。すごい、こんなさ、量出させてもらう、こちらです。みんなさ、ってか、どれ買うか迷っちゃったんじゃない？結局何ゲットしてくれたんだろう。こちらになります、ね、これが今さ、こうやってメンバーが直接身につけてるのを見て、プラスで欲しいって思う人いる、ね、いそうだよ。みんなゲットしてくれた。もう発狂してる、全部欲しい。え、わかる、全部買ってしまう。貧血になっちゃう、本当に。だって全部可愛いんだもん。最強です。みんな、このパーカーめっちゃあったかい。可愛いよね、はい、実物見ていろいろ買い足します。わーい、嬉しいね。わかる、なんかもうさ、ゲットしちゃったって人もさ、これ見て気になったなったら買い出してくれたり、うんうん、ね、私当日もね、ちょっとは販売してるのでね、当日実物見て買うのもよし、うん、そう、よしよし。しかもさ、武道館グッズってさ、やっぱ一瞬さ、後から見返しても、うん、ああ、こんなライブだったなってさ、ね、なるじゃん。本当にそう、好き、グッズも思い出のグッズやもんね。武道館が思い出されるグッズでしょ。素敵じゃん。確かにね、これを見るたびに、あ、武道館立ったんだ俺らって思うわけでしょ、うん、本当に嬉しい。俺ら分かってない、みんなは思わないけどみんなは行ったなとか、おしめが立ったなって思うんです。嬉しいな、ね、本当に。うち結構お気に入りで、ね、お気に入りで、ね、全部持ってくる。3月14日日本武道館、絶対公開写真券来てね、来てね、来てね。え、なんかさ、武道館当日みんなこのグッズを身につけていっぱい店に来てくれたらめっちゃ嬉しいですね。確かに。で、あれだ、翌日特典会の話もする。だってその前に言ってもいいよ、これサイズいくつって聞かれて、あ、そうだ、今ウサがこれ着てるのが M サイズになります。 M サイズ、ウサちゃんだよ、ね、手がちょうどいいぐらい、燃えそうにはなんないけど、ちょうどなんていうの、
長くもなく短くもないサイズがいい人は M サイズ、うさの身長が155センチです、うん、だからダボっときたいなって人は L とか XL とか女の子だったらいいかもしれない。男性だったら L とか XL とか結構大きめがいいかなって思います。 M サイズです。ですです。大きいでもメンバーはみんな M 着てます。今日は全員 M サイズ着用です。 M でちょっとダボでもね、こんな感じ。背が低い女の子やったら M でもダボっとする。確かに。おしめどんな感じダボっとする。めっちゃね、ちょうどいいかも。 M ぐらいが、あ、ほんとだ、見えてるかな。そう、でもちょっと長いぐらい類で、うん、さらにもルイちゃんくらい、おうおう、だそうです。皆さんぜひご参考に。162センチの私はまあ普通、普通ですね、多分ちょうどいいぐらい、確かに本当にちょうどいい。確かに確かに、ダボダボ感はあんまりないかも。うんうん、ちょっと大きめかな、うん、ちょっと大きめぐらいをイメージしてもらったら L 欲しいなという感じになっております。はい、あって翌日、はいはいはい、はい、翌日ね、武道館の翌日に今回ね特典会を用意していただくことになったんですけど、はい、あの遠征の方も多いと思うので、めちゃめちゃ朝早い方がいいなって人もいれば、平日なのでいやお仕事終わりじゃないといけないなって人もいると思うので、今回2部制みたいな形で早い時間と遅い時間での特典会を準備していただくことになりました。今いいこれの使い方完璧だ、どうしてきました。はい、まだね、あの詳しい時間とか場所とか、うん、場所は出てるのかな、まだ出てないかな、まあ、まだ出てないんですけど、もしよかったら3月15日武道館の翌日もね開けてくれると嬉しいです。はい、でその時にグッズ見せに来てください、はい、近くに ね、確かに確かに、グッズ見つけたよっていうのぜひ教えてください。うん、ちなみにもバンビに会えるイベントが結構武道館前迫ってきてて、そうね、キシミユの生誕、はい、もう2月23日、はい、23日に、はい、エビスザガーデンであるんですけれども、うん、なんとチケットがすべてソールドアウトします。イエーイ、すごい、ありがとうございます。すごい、この日も現体制最後の定期公演にもなるので、うん、みんなで一緒に楽しんでいっぱい思い出作りましょう。楽しみだね。楽しみ。噂によるとさ、はい、普段の生誕祭よりちょっと時間がないんだよね。そうなんです、ね、今回なんといつもの生誕祭よりちょっと時間が長めになっていて、うん、なんか生誕と本当になんていうんだろう、ハーフじゃないけどがちょっとハーフになったみたいな感じのレベルアップした生誕祭に、うん、なんかキスミューの短歌は全員そうなるらしいので、楽しみ、はい、皆さんこれからのメンバーの生誕も今回の生誕も楽しみにしていてくれたら嬉しいです、はい、楽しみだね。楽しみ。そしてあのファンミーといえばね、そのキスミューの生誕の翌日2月23日にも無料で2月24日の、はい、無料で参加、誰でも無料で参加ができるファンミーティングを開催することになりました。無料で参加ね、そうなんです。ファンクラブに入ってると前の方で見れる、優先的に入場できるのかっていうのがあるんですけど、誰でも無料で気軽に参加ができるイベントとなっています。はい、結構ね前回ゆるっとした感じだったんですけど、企画をしたり、うんうん、みんなでいろんな話をしたりって感じだったんですけど、武道館で武道館前会えるのはこの2月24日のファンミーティングが最後、うん、の予定ですよ。はい、の予定です。はい、そしてね、なんとなんと今回私たちがね過去の生誕衣装をね着て皆さんお出迎えしようと思うんですけど、はい、なんとそちらの場所で武道館のオットとチケットのを、1000円のオットとチケットを手売りすることになりました。はい、イエーイ、イエーイ。なのでね、まだ買ってないなとか迷うなって人はね、私たちが直接お渡しできるので、2月24日にぜひね、うん、チケットゲットしてくれたら嬉しいです。うん、ファン名やから多分もうチケット持ってるよって人が多いかなとは思うんですけど、うん、チケット持ってるって人もよかったら、はい、お友達とか会社の人とか、うん、バンビ見てほしいって人がいたら、このオットとチケット手売りで
ネットより手軽にゲットできるチャンスなので、ここでねゲットして一緒に来てくれたらとっても嬉しいです。はい、買ってもいいの？買ってもちろん OK ですよ。お友達とかに配ってもらっても全然。お友達呼んで、呼んでほしい。ゲットしてる人はだってさ、記念すべき武道館のさチケットはさ、バンビたちからもらえるかもしれない。初めてだもんね、手売りするの。そうだね、めっちゃよく。でも手売りするぐらいみんなに来てほしい。本当に来てほしい。でも多く見て美味しいから来てほしいです。こういうのも結構私たちからやりたいですって、そうなの、みんなにお願いして実現してます。あとお出迎えとかもするね。うん、そうです。仙台衣装をねみんな着るので、あの最近好きになった方で見たことない衣装とかもしかしたらあったりするかもしれないので、ぜひね本当に2月24日会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。すごい、2200人。1人1枚までだって。1人1枚とかでもないよね、このちゃんと配ってくれるの。特にしっかり配ってください。あれなので、そう、私たち慣れてないので、どういう形になるかは探り探りになると思うけど、ね、大丈夫です。特に制限はないかな。大丈夫です。楽しみ楽しみ。ドキ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 、ドキドキバージョン持ってね。また言っとかないとね、ドキドキバージョン出たからね、公式の音源で。あ、見てる。そう、ドキ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 。踊ってください。女の子は踊って、男の子は布教してください。布教用、もう喋り尽くした。なんか言ってないのあったっけ。なんか全部言ってきました。あ、ねえねえ、ビラ配りで知りましたって人多いと。え、すごい。ほら、最近私たちね、あの渋谷とかでビラ配りしてるんですよ。そう、今日もね、ナイトさえがしてきました。ありがとう、サブリナさん。みんなでね、ちょこちょこ別れていってます。うん、なんかあの初めてババババンビを知らない方のためにね、始めた活動なので、よかったらもう知ってるのよって人は遠目にね、知ってるのよ、知ってるのよって人は遠目で、あの仏のように笑いながら見といてください、バンビちゃん頑張ってるわーって見てください。あのチラシ優先的にね、知らない方に配りたいなと思いますので、あのもう知ってるのよって人は後ろでにこやかに微笑んでてください。応援してて、うん、応援してて、うん、はい。じゃあ武道館までね、あと40日ぐらいしかないのでね、もうこれから私たちはレッスン尽くしの日々、そして私と君はマラソン尽くしの日々になるんですけどね、ほんと一人でも多くの方に楽しんでもらえるように精一杯私たちも頑張りますので、はい、これからもバババババンビ応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日ね急に始めたライブ配信だったんですけど、はい、こんなにたくさんの方が見てくれてすっごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。このままね武道館まで一緒に駆け抜けていきましょう。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。また会おうね。バイバイ。バイバイ。皆さん切り抜きなどもぜひあげてくださいね。ね、切り抜きもよろしくね。確かに。あのドキドキバージョンね、 BPM のドキドキバージョン。今踊ってさ、切り抜き取ってもらっちゃおうかな。確かに。切り抜きたい。騎士歌って、騎士歌って。うん、歌っていいよ。これはせーの、何ですか。そういえば書けない。カバーの光。あ、そうね。レフ版してくれたもん。レフ版的な。レフ版してくれたもん。上さん切り抜いてくれるかな。ちょっとこれを渡していいですか。すごいことになっちゃった。みんなお待たせ。すいません、ね、コメントはちょっと読めなかった。はい、ってもらってもいい。これをドキドキバージョン。なんかさっきみんながドキドキバージョン言ってたじゃん。何のことって思うやん。あの BPM の音源がなんか何種類かできて、あのドキドキバージョンっていう音源ができたんですよ。バンバババババの公式ツイッター見てくれたら分かるんですけど、でその音源でみんなにあげてほしいの。これから。ありがとう。すごい、今日1200人も見ててびっくりしたのよ。これからも可愛い動画 TikTok に載せていくので、皆さんぜひいいね、コメント、リンクコピー、セーブ。今日は朝から
めっちゃ早起きで撮影をしてきました。朝です。だから本当は16時配信だったんだけど、撮影が終わっちゃってね、あの配信遅くなっちゃったんだけど、遅くなっちゃったんだけど、ありがとうございました。今から父母と一緒にバラソンしてきます。では入場特典がもらえます。踊るか。通常チケットでも武道館来てね、来て青髪行ってよ、スペシャルショーってね。嘘のティクトックで家に切り抜いてもらっていいのですが、フルであげたりはしないでください。でも踊るか、待ってリップだけ出してください。スクショ撮れた、みんな2200人のスクショ撮れたかな。半目じゃない、漏れてるスクショ撮れたね。踊るか、いきます。アイドル風邪ひかないで、みんなも寒くなったり。ご飯食べながら走ってダイエットする。応援してて。オッケー。今までで一番可愛いみおちでる。じゃあ朝は今日撮影を終えて、本当はね撮影のお人とかも見たかったんだけどね、あの本当に今日撮影バタバタすぎて全然ついてできなかったんだけど、とってもスペシャルなお久しぶりの雑誌さんにの雑誌のショートで、雑誌の撮影でめちゃめちゃ可愛かったので、お楽しみです。だから撮影だったからご飯食べてなくてさ、さっきおにぎり口にボゴンで詰め込んだ配信前に。お腹好き好きな朝でした。ではでは、今日の切り抜きも TikTok 上げてくれたら嬉しいです。あと TikTok ハッシュタグうさってつけると、あのなんか投稿消えちゃうので、謎に文章が。だからハッシュタグうさちゃんにしてちょっと投稿待ってます。なんかえ、すごいすごい。さっき言ったんですけど、グッズがマージでマージで可愛いグッズなので、うさちゃんのグッズゲットしてください。お願い、うさのグッズゲットして、可愛いから。あと絶対武道館来て、待ってるから。ねえみおちゃん、ちょっと走る。ねえねえ、じゃあ終わりにするか。ドキドキさ、踊ろう。いいよ。今最後にさ、みおちゃんと踊ります。あ、そういうこと。そうで、これを切り抜いて、みんなに切り抜いてもらって、帽子かぶってるのとどっちがいいの。どっちがいいですか。質がお願いします。どっちも可愛い。質がなんかするか、締めようだ。どう漏れてる。つぶやくないの。ビラ配りしてるよ。今日はしてなかったんだけど、撮影で。またこの人からも見て。BPM180 のドキドキバージョン、ドキドキバージョン食べてこうと思います。かぶせて乗せてください。なんか、じゃあ、かわいい。今日はありがとうございます。暗いかな。なんか白だからさ、ちょっとは暗くなったの。確かに、しょうがないか。しょうがないか。え、こんなの、どっちがかわいい、どっちがかわいい。え、うちダメ、今脱いだら。あの、マラソン仕様だから。じゃあこれで、せーの。かわいいグッズ、かわいいグッズ、かわいいグッズ、かわいいグッズ。よし、完璧。イエーイ、ありがとう。ありがとう。いいよ。皆さんこれを切り抜いて、バンビの裏側っていうツイート、もういっぱい拡散したし。